とみんなに言いたいことがあって、うん、あのモンストの公式配信で覚醒大石みたいなのやめて、ほんとやめてほしい、マジでやめてほしい、直のあれだろね。そう主題歌歌ってんのにこの人モンストの公式であのピエロの絵文字はマジでやめてほしい。ほんとにやめてほしい。お前怖いんじゃないですか。ほんとに嫌そう。ほんとにやめてほしい。じゃあやめましょう。迷惑かけたくないの。ほんとにやめましょう。それはじゃあ初めて聞いたもん。ほんとにやめてっていうのを。迷惑かけたくないの。これなんで、これなんピエロ。なんなの。これなんなの。これ別に大石さんでもないと思うじゃん。なんなんだろうね、学生多い。こういうあれなの。なんかキャラクターがいいの。なんか。嬉しいのはね、その、あ、多いし、みたいな。ああ、それ、うん、モンストも、なんでそれが、流れができたかというと、うん、こう、影の実力者になりたくてっていう、僕が主題歌を歌ってる、うんうんうん、そのアニメとモンスターがコラボしますよっていうのを発表になった時に、うん、なんかその、あ、多いしが歌ってんじゃんっていうので、コメントが流れて、うん、まあ、このピザのノリで、多いし、みたいな。あ、まさか、みたいな。別にいいことなんかそれは嬉しいじゃないですか。うん、もう、ピエロ。うわピエロが埋まっちゃってなんでこれってなるよね。そうなん出演者の皆さんえ、なんだこう変な人変な人かみたいな。15万人ぐらい見てんのにピエロがじゃあ本当にやめてほしいのよ。俺意味がまだ分かんないんだよな。分かんないんだよ。覚醒多い人意味がマジで。いや俺もよく分かってないんです。ピエロが何なんですかね、うん、いやちょっと分かんないっすね。おかしいんですよね。ちょっとまあね、しかも誰も説明してくんない普通こういうことあるとこういうことなんだよみたいな、もう当たり前にこの世界に存在するものとしてみんなやってるけど俺マジで本当に1ミリも分かんないんだよね。それでも分かんないんだよな、うん、まあ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 ちょっといずれ ね、うん、ねいずれね来年はじゃあ統制が取れてきたらいいなというそういったことも。まあまあ、 あの迷惑かけるのはちょっとよくない。そうそう確かにね、ほどほどにしましょう。この配信だけにしましょう。あもうこの配信だったら別にいいんですけど、うん